ジャットは、イギリスのレーシングエンジンビルダーである、エンジンデベロップメンツリミテッド、社の通称、並びに同社が開発、製造するレース用エンジンのブランド名。1971年に、ジョン・ジャット、ジャック・ブラバムの二人により創設された。設立当初から1980年代前半に、かけては、ホードコスワース DFV エンジンのチューナーとして、活躍した。また、 会議においては、当時ホンダエンジンのワークスチームだったラルトのロン、トーラナックの紹介で、ホンダエンジンのリビルド並びにチューニングを1981年の中頃より手掛けるようになる。JAT が開発した JATAV エンジン1980年代半ばになると DFV エンジンの競争力低下に伴い、独自のエンジン開発を行うようになる。 1983年当時のカート用の2.65リットル V8 ターボエンジンをホンダと共同開発する。このエンジンは当時のホンダ会議用 V6 エンジン RA260E2 に気筒を足して2.65リットルにしたもので、1985年にホンダが開発から撤退した後、全ての権利を譲渡され、JUT AV と名付けられ、 1986年にブラバムホンダのバッジネームでカートに参戦した。1985年にはホンダのインディプロジェクトと入れ替わる形で F3000 用 V8 エンジンを共同開発する。このエンジンは j ッ t AV のストロークを伸ばしたもので j ッ t BV と名付けられた。このエンジンはジョン・ジャット自身ホンダのエンジンと公言しており、 1986年には、ホンダ RA386E として、国際会3000選手権にデビューした。1987年には、全日本会2選手権に、ホンダが、ホンダ RA387E として供給し、1988年からは、無限によるチューンを受けて、無限、MF308 として全日本会3000選手権に供給されている。 また1990年代には無限エンジンとして国際海三前選手権へも供給されている。1996年から2004年にかけては国際海三前選手権のワンメークエンジンとして同社が設計したジャットキロボルトが使用された。1988年にはターボエンジンへの規制強化と1989年からのターボエンジン禁止を見越して ジャット BV をベースに排気量を拡大したジャット CV で、会一への参戦を開始し、ウィリアムズ、リジェ、マーチの3チームにカスタマー供給した。翌1989年には V バン区画を76度に狭めたジャット EV を開発し、レイトンハウスに独占供給。他チームには引き続き CV をカスタマー供給した。1991年には、 ジャット発の V10 エンジン、ジャット GV を開発し、スクーデリアイタリアにカスタマー供給した。翌1992年には、ブラバムとアンドレアモードにカスタマー供給した。1993年には、ヤマハ発動機と提携し、ジャット GV をベースとしたヤマハオックス10を共同開発するなど、1997年に、 ヤマハが F1 から撤退するまで関係を継続した。ルマン24時間レース等のスポーツカーレースでは、1992年に、マツダ MXR01 に j、j a t g v をベースとした、マツダメガボルト10が搭載されたのを皮切りに、j a t g v の排気量を拡大した j、j a t g v 4 j a t g v 5や、JATKV の派生モデルが主にプライベーターの手で使用されている。 2012年からはグループロータスとの協業の形でインディカーシリーズにエンジン供給を開始したがパフォーマンス不足などの理由で1年限りで供給を終了して退した。ありがとうございます。